YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。住友不動産梅田ガーデンレジデンスの松浦です。梅田ガーデンレジデンスは大阪駅徒歩5分、御堂筋線梅田駅徒歩3分というこれまでにない立地に誕生いたします。梅田の中心地にお住まいいただくことで、電車のアクセスはもちろんのこと、数多くの飲食店や商業施設も徒歩圏内でご利用いただくことができます。今回は梅田ガーデンレジデンスより徒歩でご利用いただける大型商業施設をご紹介いたします。最初にご紹介する大型商業施設はこちらです。大阪を代表する百貨店、阪急百貨店梅田本店のご紹介です。当物件よりなんと徒歩約3分でご利用いただけます。コンビニではないですよ。梅田阪急が3分です。驚きの立地です。阪急百貨店はファッションの阪急とも言われ、衣料、ブランド品など洗練された商品を数多く揃えております。阪急デパ地下では大手食品メーカーとのコラボ商品、高級お菓子シリーズが有名です。高級ポッキー、バトンドールやポテトチップスの3倍の厚みがあるフランカルビーなど、阪急百貨店でしか手に入らないオンリーワン商品があるのも魅力の一つです。次にご紹介する商業施設は阪神百貨店梅田本店です。当物件より徒歩約3分です。阪神百貨店といえば食の阪神、食料品売り場が有名です。食品売り場の商品力は他店では真似ができないほど充実しており、全国各地のグルメ、食材を堪能いただくことができます。また2022年4月に全館リニューアルオープンしました。今後もさらに魅力がアップすること間違いないでしょう。また地下1階、立ち食いスタイルのフードコート、スナックパークも阪神百貨店の名物です。続いてご紹介する店舗はこちらです。大丸梅田店です。当物件より徒歩約5分でご利用いただけます。大丸梅田店は JR 大阪駅に直結しているターミナルデパートで、阪急百貨店、阪神百貨店とともに梅田地区を代表する百貨店でございます。大丸梅田店の特徴といたしましては、東急ハンズやユニクロなど大型テナントも出店しており、他の百貨店とは一味違ったショッピングをご堪能いただけると思います。次はこちらです。大阪駅北口にあるヨドバシ梅田タワー内にある複合商業施設リンクス梅田のご紹介です。当物件より徒歩約7分でご利用いただけます。館内には日本有数の売り場面積を誇るヨドバシマルチメディア梅田のほか、ファッションやグルメなどさまざまな店舗が約200店舗ほどご利用いただけます。また地下1階には粋な飲み屋が集まるおいしいもの横丁があり、梅田の新名所、食のエンターテインメントフロアがございます。最後にご紹介する商業施設はこちら、第1期梅北再開発で誕生いたしましたグランフロント大阪です。当物件より徒歩約9分でご利用いただけます。グランフロント大阪ショップ&レストランは店舗面積が約4万4000平米あり、ファッションから雑貨、レストランまで様々なお店が約260店舗も揃った国内最大規模の商業施設でございます。こちらはショッピングを楽しむだけではなく、敷地内には約1万平米もの巨大な広場、梅北広場も隣接しているので、お散歩にも最適な場所です。いかがでしたか？梅田の駅前には今回ご紹介した商業施設以外にも数多くの飲食店、商業施設がございます。今まで梅田の駅前には遊び、ショッピングに行くことが普通だったと思いますが、
それが住まうに変わった時、想像をはるかに超えた新しいライフスタイルを手にすることができるでしょう。ご視聴ありがとうございました。詳しくはスミフ梅田で検索をお願いいたします。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。